日本九州地方福岡県福岡市博多区、三島三島は福岡県福岡市博多区の地名。博多区中央部の西端に位置し、中川を挟んで中央区、南区と接している。地域東側には JR の鹿児島本線及び博多南線、九州新幹線が南北に走っており、線路を挟んで博多駅南地区及び竹下地区と隣接している。 かつては、築飛線が走っており、当地域にも築前三ノ島駅が存在したが、1983年に、築飛線の博多駅名の浜駅間の廃止に伴って廃駅となり、現在では当地域に鉄道駅は存在しない。また、地域内には、福岡県道555号ひばる日、恵線が、東西に国鉄通りが南北に走っており、交通量は多い。 南北に走る福岡県道553号、東港寺、竹下春吉線沿いは、商業地となっている。バス停は2011年現在、100年橋通り沿いに、100年橋、三島2丁目が、国鉄道路沿いに、三島1丁目、三島3丁目、パナソニック前、県道553号沿いに、公園前がある。地域内は1丁目から4丁目まである。 一丁目から二丁目は、三ノ島商店街や三ノ島通り沿いを中心に、商業が盛んな住宅地となっており、三丁目には、三ノ島公園がある。また、四丁目には、パナソニックシステムネットワークスなどの工場や倉庫が、立ち並んでいる。筑前三ノ島駅跡パナソニックシステムネットワークス、福岡事業場この地が初めて文献に登場するのは、奈良時代のことである。 もともとこの地は、三島と表記されており、当時この地は、実際に、中川の河口に浮かぶ島であったという説もある。筑前国中郡に属し、万葉集には、陳海石説和の継承者として、中郡一教三島人武部牛マという人物が登場することから当時は、一号に属していたとみられる。ただし、和名称には、一号の名はなく、詳しいことはわかっていない。 平安時代の日垣大名集には、ふらばふれお傘の山し、近ければ美の島まではさしていきなんという歌が登場する。この歌は、作者の日垣大名が、筑前国国府のあった五笠郡から、日五国へ帰る際に降った雨を読んだ歌で、お傘の、笠と美の島の美のをかけたものである。また、この付近には、再海道の美の駅が存在したと考えられている。この駅は、 山陽道と太宰府をつなぐ太宰府路の駅の一つで、航路間の付近に位置し、演技式によると馬15匹が配備されていたという。太宰館内市では、見ぬ、見の豊見、見の駅を当地に否定している。江戸時代には、福岡藩領として塩原ブに属し、住吉村の枝里の一つであった。当時この地は、農村地帯であり、村高は、 原独国営図には498国余り、天保豪町には637国余りとある。幕末から明治維新期には再び住吉村の一部となったが、その後も通称地名として、三ノ島の名は残った。大正時代には住吉地区の開発が進み、住吉新町、三ノ島本町、三ノ島新町といった新町が誕生して、住宅、商店が増えたことで、 当地も都市化が進んだ。また、医科大学が設置された影響で、中川川口付近の柳町にあった遊郭が、新柳町へ移設されたことから対岸に位置する当地も開発が進み、急発展を遂げた。1926年には、北九州鉄道の福岡美の島停留場が開業した。昭和初年頃には、中でも、 日本旅の成果工場は3万坪の敷地と4000人の従業員を抱える巨大なもので、通勤時間になると、筑前美野島駅は工場で働く職工で溢れ返ったという。その後日本ゴムが撤退を表明すると、地域の空洞化を危惧した福岡市などによって松下電気産業本社への招致活動が行われ、その結果工場は九州松下電気に売却された。当地域が 美の島として住吉から独立したのは1969年のことである。1971年にはさらに清水、竹下、住吉の一部を編入した。当時の世帯数は2283世帯であった。ありがとうございます。